あの頃っていう入る前に、佐々木朗希くん。朗希ああ、いきなりですか。どうなん朗希はやっぱりちょっと抜けてるでしょうね。まだ体できてないでも。体はもう全然できてないです。やっぱり、プロでローテーションで投げるピッチャーの体力は備わってないです。まだ。まだ全然備わってないですね。まあ、言っても3年目なんで、大学3年生って考えると、1年間はまだ投げる力ないですね。